松平明邸は、江戸時代中期の大名、川洋人、老中閣、大河内松平家の上の高崎藩主では初代、高崎藩家、大河内松平家二代、武蔵川越藩主、松平明綱の六尾。遠方二年に竹綱と名乗り、天名二年六月二十三日、元服と同時に、輝き邸と改名した。 輝き公の弟で、松平信綱の逸夫である、矢部信興は、当初養子として、旗本、松平信貞の子であるひ文を養子としており、将軍大まなども住ませていた。しかし、ひ文は、元六二年に拝着され、代わって着子となったのが、輝き帝である。元六四年、家督を相続する。後に、輝き帝は、ひ文の弟である輝儀を養子とする。 家督相続以前より五代将軍、徳川綱吉の故障、蕎麦衆として使え、初代の側用人に上る。徴用され、幾度か画像を受け、最終的に七万二千国を安堵される。しかし徳川家信が六代将軍になると、家信は綱吉側近を排除する政策を打ち出した。輝き帝も側用人を免職され、越後国村上に転保、事実上左遷された。 後に、徳川吉宗が八大将軍になると、教法二年、再び高崎に復帰し、同時に、価格もため詰め格に昇格した。さらに、教法十五年には、老中閣に任命された。経験と実務能力を評価されたとされ、徴用された上での老中閣としての活動期間は、長期にわたることとなる。延長四年に死去した。墓地は、東映三明王院。 後平林寺に改装された。ありがとうございます。